佐々木チャンネルくじょんとめの2023年プレイキューキャンプリポート宮崎編ということで、2月1日からえキャンプにしましたけども、佐々木もですね、一漢スポーツのえー評論をえ担当してですね、宮崎のえキャンプにえ行ってまいりました。ネット記事、そしてえ紙面に えー、佐さ木ざき評論、えー、掲載されていると思いますけども、いかがでしょうかまあ、いろんな意見、えー、あるかもわかりませんけども、えー、このね、えー、でもまあ、第一クールっていうところでは、まあ、ね、あの、一番、このね、評論とか、えー、見に行くところでね、一番大事な要素っていうのは、各、え、々、ー、の,の,の技術がどうかとか、どういう取り組みをしているのかっていう前にですね、どういうふうなキャンプの入り方をしていくのか、 どういう風な仕上がり状況なのか、新人の選手たち、新外国人選手たち、そういったキャンプの入り方っていうのはどうなのか、新しい試みがあるのか、既存のままなのか、強度は高いのか、強度は低いのかっていうところがね、 え、1> 第一クールっていうところは、え、見どころじゃないのかなと。え、ここからね、第二第三クールといって、え、実践が入ってくれれば、技術的なことだったりとか、実践の中での、え、プレイだったりとかっていうところがね、え、評論解説っていうところでは増えてきますけども、これ第一クールっていうところはね、そういうのじゃないんだよね。でもこれからね、まだ難しいんだよね。まだ入ってない、ね、入ったばっかりの状況でどういうふうな試みでね、見ていくかっていうところがね、評論のね、違いのある、しどころっていうところもありますけどね。まあそういった面では、え、宮崎のね、え、キャンプ地リポートっていう と,ところでね、やっていきたいと思います。現状ね、2月1日からキャンプインということで、宮崎では、巨人、ソフトバンク、オリックス、広島というね、4球団がキャンプインして、西武はですね、開幕が WBC の影響で1週間遅れるということで、2月6日からキャンプインというところで、今回ね、西武のキャンプの方には動かえなかったというところですけどもね、まあ、その今日第1弾というところで、ソフトバンク、オリックス、 というね、ところのキャンプ地リポートをしていきたいと思います。この2チームはね、非常に対照的っていうかね、まあ、どっちがいいとか悪いじゃなくて、非常に対照的なキャンプの入りだったなっていうね、ところはありますけども、まずはね、オリックスのキャンプ地って、こちらオリックス3年連続2月1日、一番最初に佐々木がキャンプ訪問ね、視察するっていうところで、まあ、あの、リーグ2連覇は、 え、しているということで、まあ、演技も担いでですね、そして敬意を払ってですね、3年連続オリックスからのね、2月1日、サズキもキャンプ。 レポートインになりましたけどね。まずね、オリックスとンキャンプでね、えー、一番最初に感じたことが、日本一にも、えー、なって、えー、どういうふうにキャンピングするのかなっていうところでね、特に主力クラスもそうだけども、チーム全体として、いや、しっかり自主トレしてきて、仕上げてきたなっていう印象がありますね。えー、午前中守備練習っていうところをしてましたけども、外野手もね、えー、ほぼほぼ遠投をね、しっかり綺麗な形のフォームで、 え、綺麗な軌道で力強い球を投げ切ってましたし、動きっていうところも結構ね、キビキビした動きで、非常に日本史一位の自覚っていうのかな、そういったところでもしっかりね、オフシーズン仕上げできて、このキャンプインにね、来たなと。ランチ特だっていうところで、福田、杉本選手、そして大城選手、そしてセディーっていうね、 コーデ選手がバッティングしてましたよねこれで、ね、ベテランクラスのバッティングっていうところも非常にねしっかり触れてるねこのキャンプ初日っていうところでもね杉本選手も本当にスタンドインっていうところも多かったし、えー、福田選手もねしっかり軸ができた中でポイントをしっかり自分の近めでコンパクトにしかもあのしっかり触れてたなとだからあのボールとバットに当たるね音が良かったいいねこのパーンっていうね力が伝わってるしっかり c に当たってるっていうかなしっかりスイングできてるっていうところでは非常に音も良かったしいやこのベテラン クラスね非常に仕上げできたなとあとねあのキャッチャーの森選手も FA でね。 オリックスに移籍して。まあ、走塁練習とかもしてましたけど、まあ、全力疾走とまではいかないけどね、いい形の足の運び、スムーズさっていうところもあったし、キャッチボールしててもしっかりした球投げれてたから、まあ、これは誰もそうだけども、まあね、同じ球団にいて、チームしっかりできてくるとね、まあ、ローで入って、キャンプに合わせていくっていうね、まあ別に悪いわけじゃないんだけども、まあ、これね、オリックスに入って、またね、この新規一点新しい気持ちでもう一回ね、 この勝負していくっていう部分では、このね、さらなる森選手のね、進化っていうところのね、このギアアップっていうところがね、この遺跡で、え、なるんじゃないのかなっていうところではね、非常に初日からね、動きの良さっていうのはね、え、あったかなと思います。で、ここでね、一つね、気になったのが、これで、いいとか悪いとかじゃなくて、まあ、 オリックスね。まあ、この変えないっていうところのね。まあ、昨年も日本一になってる。そしてね。あの、無理にね。変える必要もないからね。あの、例年同様。まあ、これプロ野球界全体そうだけど。まあ、俺はあんまり好きじゃないんだけど、あの、4位ドンでキャンプに入る、キャンプをするみたいなね。全員でゴロホして、集まって、人数待ち時間いっぱいあって、なんか体を温めていく、キャンプにならそう、みたいなね。このポジション別に分かれて、全員がゴロホを受ける。 外野は一箇所でノックを受けるみたいなね。俺はあまり好きじゃないんだけど、あの、効率的じゃないから。でもまあこれね、まあオリックスは日本一になってるからね、2連覇して、まあそんなね、大きく無理にね、変える必要ないっていうのはね、まあごもっともない意見だけどね。でもあの、その、選手はね、仕上がりがすごい良かったから、もうスムーズに強度上げて入ってもね、いいんじゃないのかなっていうところもあるけども、まあオリックスはね、最初、五金スタートっていうところでね、まあこの、 2月3日もね、半動にして、そして、あの、練習、あの、居残り練習禁止っていうところでね、まあ、怪我したら困るっていうところで、まあね、この長い、あの、目でね、しっかり戦力を補充しながら開幕に向けていくっていうね、このチーム方針っていうところではね、あの、非常に、っていうかね、中島監督の方針がしっかりしてるなっていうところもあるけども、もこれどこのキャンプもそうだけどね、キャンプに入るキャンプみたいなね、俺はそういうの好きじゃないんだよね、もうそれだったら、パッてやって、 パーッと終わって、あと足りないところは個人でやろうみたいなね。あの、ところで、あの、全体練習をもう短くして、もう長くやればいいって問題じゃないから、無理に時間潰しやるぐらいだったらもうね、今日だけでパッとやって、で、あの、もう早めに昼過ぎに終わって、あと個人練習にしましょうみたいなね、えー、ところでやっていくっていうね、無理に全員でやらなくてもいいからね、っていうところは感じたけども、まあそういったね、まあオリックスの方針があるなっていうところがね、オリックスのキャンプでしたけども。で、その続いてね、ソフトバンクに行きましたけど、これがまたね、対照的。 ソートバンクは、あの、最初ね、写真撮影とかいろいろあってね、あの、入りっていうところがね、あの、遅めの、え、入りだったんだけども、おおって書いてますおおってね。こちらね、あの、練習メニューはね、まあ、やっぱりソフトバンクのキャンプの仕方が好きだね。個人的には。もうこれ好みだからね。最初ね、写真撮影とかもあるから、入りはね、ちょっと遅くなったんだけども、まず最初ね、スクリーニングって言って室内で、あの、体のね、 メディカルチェック、ね、機械で測って、いろんな種目をやりながら、え強度だったりとか、えー、いろんな、あの、その選手のね、能力値っていうのをまず自主トレで、ね、どういうふうに過ごしてきたかっていうところを測ってからスタートする。これいいよね。こういうのがね、去年の秋終わって、あの、オフをどう過ごしたかによって、もう一回スクリーニング検査して、 ね、体の隅々まで調べて、強度も調べて、そしてその選手がどういうね、今状態にあるのか、自主トレーどういうふうに送ってきたかっていうことをね、しっかり科学的に調べてから、にキャンプ、ね、スタート。で、こっからね、グラウンド上で順番待ち、えー、してる選手、ほぼいません。あの、アップから始まって、で、ランニング、そしてね、バッティングっていうところも、2グループで入れ替えで、1グループ約で9人か10人ぐらいいて、で、あの、メイン球場でバッティングって言ったら、 メインがね、あの、手投げ2箇所、マシン1箇所。両脇に、ロング T、バックネットラに T、パント練習、10箇所ぐらいあるんだけど、1人しかいないから全部い,いんだよ。用意どんドンって始まって、約90分。全員が90分間振り続けです。バット。ずっと。だって順番持ちないからね、全員 T なのか、ロング T なのか、フリーバッティングなのか、ね、パントなのかっていう。 全部どっかのポジションにいるわけよ。それをね、まあ、時間によって回っていくんだけども、90巻、90分間休みなく、動き、続ける。それ、柳田だろうとね、もう、こんちゃんだろうとね、中村きら、全員、しかも全員で、ね、しっかりフルスイングで仕上がってる。ギータももうね、全然もう実践入れんじゃないのかっていうぐらいね、フルスイングで、あの、パンパンね、スタンドにして飛ばしてましたけどもね、約これね、1000スイングぐらいね、してんじゃないのかっていうぐらい、この練習メニューの初日だよ。 もうね、まあもちろんね、実質はしっかりしてきたなっていうところもあるけども、いきなり強度ね、フルスロットル。でも強度をフルスロットルにするけども、その前にしっかりスクリーニング検査をして、体の状況を見た上でもうフルスロットルで行ってね、でやっていくっていうね。だからもう無駄な時間なし、待ち時間なし。で、もう一つのグループはね、守備。この守備はね、打つのがね、やっぱり順番待ちになるけども、その順番待ちを限りなく少なくするように、ポジション多め。一つのポジション3人ぐらい。 でどんどんそれをねノックやっていく。どんどん。90分間。いいね、このキャンプ。やっぱり、ね、野球のね練習っていうのはね、の課題はいかに効率的に短時間で量をしっかりこなしてえ合理的に行えるか。これがね、ポイントだと思う。そういう意味ではね、この初日のソフトバンクの、ね、キャンプっていうのは非常に待ち時間なし、休む暇なし。 グランド上で暇を潰している選手いない。全員がフルスロットルで動きっぱなし。で、終わったら終わり。で、そっから各地。いいね。これは。 まあ、オリックスとね、ソートバンク両極端だったっまあ、どっちがいいとこ悪いじゃなくて、ね、まあ、こういったキャンプを過ごしながらね、どういうふうにね、肌開いていくか、シーズン向けてね、いくかっていうところではね、あの、対照的なキャンプのね、入り方っていうところでは、えー、面白かったなと。でまあ、ソートバンクはね、シーズンオフにね、こう、大金かけて、FA とか補強しながらね、結構そのね、マネーゲーム的なね、イメージがね、強いけども、シーズン始まったらね、現場にバトンタッチっていうところでね、現場はね、もうそんなことない。もう強度、強度、鍛えて、鍛えて、鍛えて、 てて強度上げてや今もなくく全員ね、えー、王座っか向けて、ね、努力作いくぞみたいなね、えー、感じでね、非常に、あの、現場現場でね、あのー、高い意識持ってやってたなっていうところはね、非常に、サザキ的にはね、そういうのが好きだからね、効果も持てるし、ああ、こういうキャンプいいなーって思いながらね、キャンプ視察、ね、初日が終わりましたけども、これがね、オリックスとソフトバンク。 感じでしたけども。ま、両チーム見えることはね、仕上がり非常にね、早かったなっていうところで、まあ、オリックスはね、まあ、怪我することなくね、スローで入ってあげていくっていうところだし、ソフトバンクはもうフルスロットルでいく、え、感じだしね。えー、まあ、そういったところでね、まあ、あの、シーズンが始まりましたけど、ここからね、どうなっていくのか、さらにね、注目したいと思います。明日は巨人、広島戦です。はい。それでは、キャンプリポート。まず、1日目、パート1でした。